埼玉新都市交通稲線。稲線は、埼玉県埼玉市大宮区の大宮駅から同県、北足立区稲町のうち宿駅までを結ぶ埼玉、新都市交通の案内機場式鉄道、エイジティ路線である。愛称は、ニューシャトル、NS で、旅客案内などで正式名称の稲線を使うことは、少ない。東日本旅客鉄道、JR 東日本の東北。 上越新幹線が通過する埼玉県埼玉市大宮区、北区、上吉、市、北足立郡新賀町を結んでいるゴムタイヤ、速報案内機情方式の新交通システム、AGT である。埼玉市にある鉄道博物館は、鉄道博物館駅が最寄り駅となっており、道路線が主要なアクセスルートとなっている。路線と列車の相性であるニューシャトルは、 新しいを意味する、ニュート、旗折りで横糸、抜きを通す器具であるシャトル、火に由来する往復する交通機関等によく使われる、語で、あ、シャトルを組み合わせたものである。路線は、全区間が高価で、東北、上越新幹線の高価に沿って付設されており、ほとんどの区間で橋脚を新幹線と共用している。伏線区間である、大宮駅、丸山駅間は、東北、 上越新幹線の高架橋の両側に、単線区間である丸山駅マイナス内宿駅間は、上越新幹線の西側、下り線側に、それぞれ沿って路線が付設されている。単線区間では、すべての駅で上り下り列車の交換ができる。起点の大宮駅では、ループ線式の折り返しを採用しており、終点の内宿駅や車庫のある丸山駅では、 通常の折り返しであるため、列車の向きが一往復するごとに反対になることが大きな特徴である。上り線の鴨宮駅鉄道博物館駅間では、NTT 東日本東大まビル電話局が新幹線の高架線に近接しており、線路を付接する空間が確保できなかったため、ビルを避けて新幹線高架下に線路を通したが、勾配と急カーブが生じて、 速度制限がかかり、同駅間の所要時間は、上り列車の方が1分長くなっている。新幹線の効果の高さを走るため、進行方向左側の車窓からは、埼玉市、上尾市、伊賀町の景色を眺めることができる。特に下り列車からは、よく晴れた日には、秩父の山並みや富士山も見通せ、埼玉新都市交通では眺望の良さをアピールしている。 進行方向右側、内宿駅、丸山駅間では、左側の車窓からは、路盤が、新幹線の線路より高い区間では、並走する新幹線列車を望むこともできるが、低い区間では、コンクリート壁に視界を遮られる。大宮駅以外の駅舎は、新幹線高架真下の地上コンコースと、高架ホームの2階建て構造である。 中央自由通路と連結した大宮駅以外は、開業当初の垂直移動は階段のみであった。2000年代後半に入り、交通バリアフリー化の一環で、鉄道博物館、鴨宮、東、宮原、原子、湘南、丸山、和漢、内宿の各駅には、沿線自治体の女性により、エレベーターが設置された。鉄道博物館駅には、エスカレーターも設置されている。 稲線は自動列車運転装置 ATO を採用しておらず自動列車制御装置 ATC による車内信号閉塞方式での運転士による手動運転ワンマン運転となっている将来の自動運転に対応できるように車両側には ATO の運転装置が搭載されている駅に停車した際の車両のドアの開閉は進行方向先頭の運転室 乗務員室で運転士による車掌スイッチの柵により行っている。丸山、内宿以外では運転席側である左側の扉を開けるため、単線区間の各駅、島式ホームでは他の多くの日本の鉄道路線の左側通行と違い、右側通行で進入する。各駅にはホームドアは設置されておらず、ホーム上には 車両のドアの位置だけ省いた安全策が設置されており、線路は高圧電流が流れているので絶対立ち入らない旨の注意書きが多数掲示されている。これらの点は、ゆりかもめや金沢シーサイドラインなどと異なっている。手動運転かつホームドアなしのエイジティは、他に西部山口線と山万ゆうかりが丘線があるが、これらは ATC ではなく ATS を使用しており、 加えて、ユーカリ・が丘線は、中央案内式である。駅業務についても自動化されておらず、自動改札機は、駅員、社員が常駐している、大宮駅と、鉄道博物館駅のみの設置となっている。その他の駅は、経費圧縮のために、直営の駅売店販売員が駅員として、改札業務を兼務するというユニークな形態をとっており、早朝深夜を除いて、 パートタイマーの食卓駅員が交代制で改札業務と駅売り業務を行っている。スタンド式の売店の横に券売機と改札窓口がある。交通系 IC カードは簡易水化改札機で対応している。駅での放送は接近案内のみであるが、電車到着時には車内と車外両方のスピーカーで到着駅名の自動放送がされ、 駅舎側の到着時放送を兼ねている。12.7km の路線に13駅があり、駅間の平均距離は約 980m だが、鴨宮湘南間は 800m ごと、宿体内宿間は 1.1km ごととなっている。大宮の市街地寄りの方が駅間が離れており、最も離れているのは JR 高崎線、川越線と旧中線道をまたぐ。 鉄道博物館鴨宮間の 1.7km であり、JR の車両工場の中を通る大宮、鉄道博物館館も 1.5km ある。案内機場式鉄道は、通常の鉄道と違い、ゴムタイヤを装着して走行するため、比較的雨や雪に強いとされているが、道路線は弱い。これは地上にある丸山車両基地と高架である本線との間が、 コンクリート製のスロープ軌道で繋がれているが、この傾斜が他の案内機常識鉄道路線と比べて急であるため、大量の降雨や降雪などによる軌道内の欠表で軌道面が滑りやすくなると、安全の観点から運行を見合わせざるを得ないためである。東北上越新幹線の建設に伴い、両新幹線の分岐点が設けられる稲町では、町域が3つに分断されるとして、 新幹線建設反対運動が起こった。そこで、当時の町長であった、加藤美沙夫の尽力により、地域住民、旧大宮市、上尾市、稲町への見返りとして、都市鉄道を建設することとなった。同じく建設反対を訴えた、戸田市、旧浦和市、旧与野市住民への見返りとしては、最強線が建設されたが、 稲線沿線には普通の鉄道を建設するほどの需要はないと判断し、中量輸送機関として当時各地で建設されていた新交通システムへ維持手を導入した。おおむね、早朝、夜間以外は10分間隔で運行されているが、平日ピルマに15分間隔運転時間帯がある。平日の朝、夕方の通勤時間帯、土曜、休日の夜に、 大宮丸山間の区間列車があり、夜間以外の区間列車運行時間帯は3から5分間隔で運行される。また、平日の朝は丸山マイナス内宿間の区間列車も折り1本のみ設定されている。2014年4月、ダイヤ改正を行い、早朝6時台に大宮丸山間の区間列車を一往復増発。また、 平日12時台に2往復増やした。これにより、平日ピルマの15分間隔運転時間帯は12時半から14時までのみとなった。埼玉新都市交通によると、同月の消費税増税に合わせ、増税分の3%にあたる分の運行本数を増発したという。なお平日ピルマの12時半から14時についても次のダイヤ改正で10分間隔に増やす定めになっている。 ことが示されたが、そのダイヤ改正を、次回の消費税再増税に合わせて行うかどうかについては公表されていない。全駅埼玉県に所在。大人普通旅客運賃、小児半額、切符は10円未満切り上げ、IC カードは1円未満切り捨て。2014年4月1日改定。埼玉新都市交通稲線のみの自社選定期券は、 稲線の大宮駅窓口のみの発売となる。沿線住民が自社線定期券購入のために、大宮駅へを赴く場合は、駅売店販売員に申し出れば、専用の乗車証で乗車するとかできる。自社線のみの定期券はスイカ導入後も従来、通り時期定期券のみとなり、スイカ定期券は発売していない。2008年3月15日から、 JR 東日本との連絡定期券に限り、スイカ定期券、東武鉄道との連絡定期券に限りパスも定期券が利用できる。発売は他社線側となり、JR の緑の窓口、多機能券売機、指定席券売機、東武の定期券売り場で行われている。開業時から日本初の鉄道用プリペイドカードとして乗車券購入用のフレッシュカード、 フレッシュカードを発行していた。自動券売機で乗車券に引き換える方式のカードであり、自動改札機に投入できる乗車カードではない。2006年、平成18年9月30日で発売を、翌2007年、平成19年1月31日で通用を、それぞれ終了したため、現在は全駅にて手数料無料で払い戻しができる。 開業当時のフレッシュカードは、紙製のカードにクレジットカードのような磁気ストライプを配置した方式で、有効期限は3ヶ月間だった。その後、他社と同様のプラスチック製磁気カードに変更されている。紙カードからプラスチックカードへの切り替え時3ヶ月間は発売停止としていた。なお、紙カード時代、プラスチックカード時代ともに他社のように懸命に、 パンチ穴は開けずに裏面に残額が印字される方式であり、紙カードの時代は残額が0円になると自動券売機に自動的に回収れる仕様であった。そのフレッシュカードの代替として2007年3月18日から IC カード追加が導入された。フレッシュカードの通用終了に合わせて同年2月から約1ヶ月間にわたり自動券売機と自動改札機の更新。 および簡易型改札機の新設を行った。いずれも JR 東日本と同型の機種の色違いである。なお、大宮駅は自動改札機の更新、鉄道博物館駅は自動改札機の新設、それ以外の各駅は簡易型改札機の設置で、それぞれ対応する。チャージ、入金は大宮体内宿間の各駅で自動券売機で行える。一回の操作で、 チャージできる金額は JR 東日本と同じ。今はマイナスナイヤド間の各駅は1000円分のみ、チャージ可能な簡易チャージ機が設置されていたが、近年この各駅でも自動券売機が更新され、券売機でのチャージが可能となったことから前述の簡易、チャージ機は閉鎖された。2007年3月のスイカ導入から現在までの時点では、無記名、スイカ。 大人用カードのみ発売されている。ただし、記名式の埋スイカへの変更、紛失、再発行は、埼玉新都市交通では扱っていない、取りこきているほか、スイカ事業者での受付は可能。なお紛失、障害児の再発行登録、登録のみで再発行はできないは、スイカ、パスモについて、大宮駅、鉄道博物館駅で可能である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。